はい、どうも、B レジェンドガギダニでございます。本当皆さん、いつもね、ありがとうございます。B レジェンドシリーズ、ご愛演いただいてですね、まあ、皆様に支えられて、まあ、今日もね、B レジェンドがあるわけなんですけれども、なんか改めてね、B レジェンドのいいところって何なのかなと考えたときに、まあ、いろいろあるなと思います。やっぱり一番ね、皆さんにご支援、いただいてるのは何かって、やっぱり味がいいってことかなと思います。まあ、これは、激うまチョコなんですけれども、まあ激うまチョコに限らずね、もうすべての種類が皆さん喜んでいただけるんじゃないかなと思いますので、まあすごく味がいい。まあこれね、Bレジェンドの一番の売りだと思います。あとやっぱ品質がいい。二番目としてね。で、品質に関しては、まあよく最近ね、いろいろまあこういう形で品質がいいっていうのをまあいろんな会社さんが言ってるけども、結構僕らちょっと当たり前の話ばっかりで、なんかその、なんだろう、グラスフェッドのね、パウダー使ってますとか、遺伝子組み換えがないですとかね、まあなんかいろいろありますけれども、まあなんか結構当たり前だと思うんですよ。まあじゃあ牧草牛がいいのかっていうと、もちろんそれはそれで一ついいし、じゃあ穀物のものがダメなのかっていうと、それもそういうわけでもなくてね。で、例えばでもその穀物の中でも遺伝子組み換えの穀物使ってる、これちょっとダメだし、例えばホルモン注射してるとかね、ああいうのもまあやっぱりダメだし、まあ昔ね、狂牛病とかもあったけど、ああいったところも当然クリアしてないとダメだし、だからそういうところの品質を守ってるってまあ当たり前の話で、で、その中でもやっぱり厳選した原料を使ってるっていうこともあるし、厳選された工場で品質の高い、管理、そしてパッキングね、ができてるかどうか、がっていうのはまあすごく大事かなと思うんで、まあ品質に関してもね、まあ世界トップクラスだなと自負してます。もう抜群にいいと自信があります。そしてまあ溶けがいいと。で、これはね、やっぱりその冷たいお水とかでやったりね、あるいは牛乳でやったりとかで、まあ若干溶けなくなるということは正直あるんですけれども、まあでもね、まあかなり溶けはいいよなと改めて思います。我々、本当にね、国内外いろんなサプリ、プロテイン飲むんですけれども、テストでね、実際に飲んでみないとダメだし、まあ、他社さんがこうパウダーやったら、ああ、これはどこどこさんのこれのパウダー使ってんだとかって思いながら飲んだりするんですよ。で、そういうのやっぱりやってる中で、飲んでる中でも、やっぱりね、改めて、まあ、Bレジェンド溶けがいいよなと。まあ、もともとが僕がね、まあ、素人から始まってるわけですよ。ボディービルダーでもトレーニーでもなかったのでね。だから、やっぱり、プロテイン飲むためにトレーニング始めて、まあ、今でももう体重10キロぐらい増えましたけどね。だけど、そのね、素人だからこそ、溶け、味に関しては、いやいや、溶けてないよね、と。いやいや、まずいよね、っていうのが分かって、テストして、また工場とやり取りしながらね、何度もこう、GO が出せなかったっていうのが、まあ、そこなのかなと思うので、まあ、そういった意味では、まあ、たまたま自分がその、プロテインの経験がなかったっていうのが、まあ、いい方向に向かったのかなというふうに今でも思います。で、まあ、今ちょっと話も出ましたけれども、まあ、やっぱりお水で飲んでも美味しいと。やっぱ昔のやつはね、フルーツジュースに溶かしてみたり、あるいは牛乳で飲まないと甘みがなくて美味しくないとかっていろいろありましたけれども、Bレジェンドは原則水でね、溶いて飲むことを前提としてますので、水で飲んでも美味しく飲めるというのがまあ強み、売りなのかなと思います。あとやっぱりまあ国産であるってことですよね。まあ原料自体は海外から入れてるんですけれども、日本でこう加工してると。っていうことは、海外で加工されて日本に入ってきてるのであれば、例えばその工場でね、どういう背景があるかっていうのはやっぱりわかんないですよね。やっぱりその日本の工場の中でも、まあ、いくつか工場ってあって、まあ、もちろん、その中でも、えりすぐりのいい工場を使ってるんですけれども、まあ、本当そこのね、日本国内の工場で、こう、ちゃんとパッキングして味付けもしてっていうふうにやってるので、まあ、信用できるかなと。まあ、海外でやっててもね、まあ、そこの会社さん、まあ、まあ、よそさん言うのはあれですけど、まあ、要は、ちゃんとしてるかどうか、まあ、うちはちゃんとしてるのはわかるんですけど、他はわかんないから、だからまあ余計なことは言いませんが、まあ、まあ国産でね、日本国内でちゃんと管理して作ってますよと。まあ安心できますよと。まあそれ言ってるのも売ってる僕だからね、言うのも言っててもまあ皆さん信じるかどうかはあなた次第ですって話になるんだけれども。だけど、まあいいかなと思います。でですね、あとはまあこうトップアスリートが使用してくれてるっていうのもすごく強みかなと思います。まあ先日ね、あったライジンなんかもそうですし、まあ本当いろんなオリンピック選手たくさん飲んでます。プロ野球選手、J リーガー、プロバスケットボールチーム、なんだろうな、こう格闘家とかね、もういろんなジャンルの選手、トップアスリートたちが飲んでくれてるんですけれども、まあみんなね、
いやもうたくさんあるんですよ。実は蓋を開けるともう買ってくれてたケースがすごく多くて、あーこれ名前言えないな、オリンピック選手だけどこれは名前を言うとはダメだね。そう、なぜ名前を言えないかですよ。なぜ名前を言えないかというと、まあ、そこの協会、こんな話していいのかな、協会とか連盟がね、まあ、あるメーカーを使ってると、でスポンサード受けててやってると、だから協会連盟からはそこの製品使いなさいって言われてるんだけれども、選手たちはそこの製品もらえる、その製品じゃなくてうちの B レジェンドを買って飲んでるっていうようなことがよくあります。これもうギリギリの話ですね、ですけどもよくあります。はい、あんまり言うとね、いろんなメーカーさんからこうお叱りを受けるかもしれない、ちょっともうこの辺はそっとしておきましょう、これぐらいでね。はい、で、あと何があるかな、あとはモンドセレクションですね。モンドセレクションここにもありますけれども、モンドセレクション最高金賞受賞でございます。やっぱりね、この最高金賞っていうのは90点以上点数がついたらもらえるんですけれども、銅賞、銀賞、金賞、最高金賞ってあるんですけど、やっぱりね、最近やっぱりビールジェンドが世界で初めてプロテインでね、最高金賞をモンドセレクション取ってるわけなんですけれども、ポロポロとモンドセレクション取ってる会社出てきましたよね。だけどやっぱりね、最高金賞取ってるとこないんじゃないかなと思うんですよ。だからね、なんかちょっとうちはね、しっかりやってて最高金賞取れてるから、やっぱりちゃんとやってるよなって、うちはって思ってるんですけど、だけどね、比較対象がないとね、うちすごいよねって言えないので、だからまあそういう対象が出てきてくれて、銀賞とかね、金賞とか、金賞あったかな、銀賞とかだったと思うんですけど、だったらまあ比較対象できますよね。まあ大手さんも取ってますよ。はい、まああんまりこれもね、よささんはちょっとまあ横置いたとしてね、だからまあ最高金賞を受賞してると一番いい賞を取れてる。でまああとは、まあ、さっき溶けがいいっていうのを言いましたけど、やっぱ泡立ちが少ないっていうのもそうですよね。まあいつも飲んでて、まあ1センチぐらいちょっと泡できたりするんですけれども、でちょっとこうね、ローリングシェイクしてるともう泡消えちゃったりするしね。まあ場合、ひどい場合だったら水こんだけ、プロテインこんだけ、泡こんだけみたいなね、ところもあったりするし、まあ未だにいろんな会社のやつ飲みますけれども、マジかってちょっとびっくりするようなこともよくありますからね。だからそういった意味で、まあ、泡立ちは比較的少ないんじゃないかなと思いますね。あと何があるかな、まあパッケージね、さっきまあこのね、ジャダさんの承認とかね、このあたりもまあ日本アンチドーピング機構ですね。やっぱりさっき品質の話とか安心安全の話もしましたけれども、やっぱりこのドーピングっていうのはね、特に今までもそうですけど、これからも重要視されることだと思います。でまあジャダさんに関しては日本のね、一番トップの機関で、やってる、まあオリンピック選手はこのジャダ製品以外は飲んじゃダメっていうふうにやっぱ言われてるぐらいですので、ですのでまあそれだけ信用していただけるかなと思います。はい、でまあ日本でもね、もう超大手企業3社、明治さんと味の素さんとあと大塚製薬さんのその3社とうちとだけですね、取ってるのはね、すごいですよね。なんかそんな上場企業に横並びになっているビーレジェンドって、なんかもうちょっと滑稽な、なんかいいのかなと思ったりするんですけど、まあでもね、承認いただけてることは本当にありがたいなと思います。